皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、お値段以上のメイクアップ下地、化粧下地をご紹介していきたいと思います。なんかここ最近本格的な夏がスタートしたような気がします。で、夏休みも始まって、こんな時期ではあるんですけれども、どこかお出かけしたりとかね、海とかプールとか山とかにもしかしたら行くかもしれないと思うので、そんな時の日焼け止め、化粧下地をご紹介していきたいと思います。で、メーカーは被ってるものはあるんですけども、一応ウォータープルーフとそうでないものと分けました。絶対にできたらもう崩したくない日、毛穴落ちやズルズルにしたくないっていう日の、日焼け止めと、日常使いとか乾燥肌の方用にはこっちがいいかなっていうのでセレクトしてみました。はい、まずウォータープルーフの方からいきますね。はい、エジュセ、こちらです。フェイスエディションスキンベースフォーオイリースキン、オイリースキンの方向けに作られているやつなので、すごくサラサラします。振って使うタイプですよね。はい、毛穴の表面を薄くカバーしてくれて、こう中には基本的には入り込まずサラサラに仕上がるタイプです。ちょっとピンクでとろっとしてます。で、伸ばすともうこれでね、音でわかると思うんですけど、もうサラサラするんですよ。わかります？だから本当に油分の多い方ね、崩れやすい方とかにおすすめです。この上につけるファンデーションはサラサラしたタイプだとね、フィックスしないと思うので、ちょっとねリキッドタイプとかクリームタイプ、クッションファンデーションがおすすめかな。はい、これは SPF35 の PA2 プラス、無香料で、1980円です。はい、次いきます。はい、こちらフーミーのトーンアップベース UV、 これはウォータープルーフで結構硬いテクスチャーなんですけど、もう塗った瞬間にトーンアップ、こんな感じで、すごいツヤが出てすごいもちもちなんですよ。しっとりします。なのにウォータープルーフなんですよ。ごめんなさい、さっきのエテュセ、はい、こんな感じで弾きます。そしてフーミーもわかるかな、こんな感じでめっちゃ弾いてくれます。なので夏場の崩れにくい化粧下地としてはね、使えるんじゃないかなと思います。もちもちツヤツヤするので、次にのせるファンデーションもしっかりフィックスします。そう、これはね SPF30 の PA3 プラス、無香料で2200円ですね。はい、こっちサラサラ、こっちしっとりです。次いきます。なんか今日前髪変じゃない？私こうする？変やな。次は、はい、こちらです。イハダ、これもね以前にご紹介してたと思うんですけれども、薬用です。薬用 UV スクリーン日焼け止め乳液、これねイハダっていろんなシリーズあるんですけど、これはね防御シリーズ、守るシリーズで、肌荒れ乾燥から守る敏感肌処方、ノンケミカルなんですよ。 SPF50 プラスのPA3 プラスで1760円、コスパがすごいなと思って。で、大体ねここまでいくとノンケミカルなものって少ないんですけど、こんな感じね、とろっとした乳液状の白いタイプです。ちょっとね青白い感じで発光します。なんですけど伸ばすとスッと馴染む感じで、どうしてもねこの青い色が目に入ってきて出した時にめっちゃ青白く感じるんですけど、実はそうでもないっていう。はい、でこちらも完全なウォータープルーフ、
わかりますかね、こんな感じなので、あの乾燥から守るとは書いてはいるんですけど、超乾燥肌の方はあのこの上につけるファンデーションにもよるんですけども、少し乾燥するかもしれないですね。でもこれつけてメイクするとほんまに崩れませんでした。めっちゃ持ちました、私はね。うん、無香料です。で、ラスト、これはこれも何回も出てきてますし、もうね購入されて使ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、チャコットのラスティングベース化粧下地、これはもう皆さんご存知のチャコット、ダンスメーカーっていうんですかね、が作ってる舞台メイク用の化粧品なので本当に崩れないんですね。でこれは2種類あるんですけど、こうやってもう色がついてるんですね、最初からこっくりした感じです。こんな感じで結構カバー力もあるんですよね。なんで BB クリームみたいな感覚で使ってもらったらいいかなと思います。これは SPF50+ の PA3+ です。で1760円、イハダと同じですね。これもね本当に崩れないです。こんな感じでしっかり弾いてくれてます。これの上にファンデーションつけちゃうとねちょっとこってりするかなと思うので、なんかこういうセッティングパウダーみたいなものをね上からささっとつけてもいいと思います。つけてみようか、せっかくなんで。こんな感じね、サラサラっとして、普段はねこれでも十分いいと思います。うん、崩れないしおすすめです。サラサラ度合いでいくと1番エトゥセ、2番イハダ、3番チャコット、4番が風味ですね。これが一番しっとりしてます。はい、では次ですね、ウォータープルーフではなく、どちらかというと日常使いとか乾燥肌さん向けかなっていう下地をご紹介していきたいと思います。はい、まず最初にこっちね、エトゥセのフェイスエディションスキンベースフォードライスキン、ドライスキン用のベースですね。水ベースのトーンアップ下地です。美容液が 80% 配合されています。 SPF25PA2+ 無香料で1980円です。これももうだいぶ前にね有名になったね下地なんですけど、この感触が私結構好きで、こういうこれもややピンクでクリームタイプなんですね。しっとりしてスーッと伸びます。でそこまでトーンアップはしないんですけど、わかります、若干明るくなる、自然にトーンアップしてくれるタイプです。なんか少しだけ香りはあると思うんですけど、ほぼ感じないですね、無香料です。ウォータープルーフではないので保湿効果の高い下地なので、こうやって水は弾かないんですけども、このエトゥセの下地に関してはこうやってね少し弾いてくれるので、これも夏場乾燥するけどちゃんとブロックしたい、崩したくないっていう人にはおすすめです。はい、で次こっちね、はい、これも前回使ってめっちゃ良かったなと思ったので、はい、今回も紹介します。フーミーですね、モイスト UV クリーム、敏感肌向け。これは子供から大人まで使えるっていう日焼け止めです。で肌に優しいノンケミカル処方で安心して使えるんですね。これはクリームタイプです。これも白いんですけど、こうやって伸ばすとすごい伸びが良くて、そんなに激しくトーンアップはしないんですけど、こんな感じである程度ツヤも出ます。日焼け止めなのでそんなにギラギラツヤは出ないんですけど、これもすごい肌が疲れてる時とか乾燥しまくってる時とかは下地これかなって思って、で、スキンケアの分類に入ってるので、もちろん首とか腕手とかにもね日焼け止めとして使えるのでおすすめです。はい、使ってめっちゃ良かったなと思いました。 SPF25 の PA2+ でこれも無香料です。で1650円、めちゃめちゃ安い。うん、
はい、で3つ目いきますね。こちらエリクシールです。バランシングお白いミルク、これは朝用の乳液として売ってます。でこれが、水は弾かないんですよ。ウォータープルーフじゃないんですけど、テカリとか毛穴のない肌にしてくれるっていう大文句なんですね。なんか皮脂と水分のバランスを整えてくれるらしくて、エリクシール特有のあのツヤ玉で一日中いられるっていう特徴があるんですよ。でちょっと塗ってみますね。実際にこれ2タイプあって、透明っぽいのとちょっとこの肌色っぽいのとありました。で私はこの肌色っぽい方を選びまして、めっちゃ伸びます。少量でこんな感じで綺麗なツヤが出るんですよね。これ SPF50+ の PA4+ で最高値なんですよ。あの紫外線カットの効果がめっちゃ綺麗じゃないですか。光り方もね、ほら。まあただこれだけだと見ててくださいね、全然弾かないんですよね。そんなに弾かないなんだけどね、なんですけどね私今日これね、今日現場行ってきたんですよ。朝4時半に起きて、このエリクシールのおしろいとこのサンローランのファンデーション、はい、合わせてこれです。これ一回もお化粧直ししてないんですよ。綺麗くないですか。しかもマスクつけてて、マスク結構もうお見せできないぐらい汚いちょっとこの上こんな感じでちょっとついてるんですよ、やっぱりね。そんなに映ってはないと思うんですけど、でもそんな毛穴落ちとかしてなくないですこれ。ほらだからね、私思ったんですけど、まあどれでもいいんですけどね、あの保湿タイプのベース使うじゃないですか。そしたらその上に保湿してくれるけどロングラスティングの崩れないタイプのファンデーションをぜひ使ってみてください、併用して。そしたらね、いい感じで持つと思います。毛穴落ちもなかなかせず、はい、いい感じで持つと思う。私これ個人的な話 していいですかこれ、ね、サンローランっていうか外資系のファンデーション の色味が私の肌にはやっぱり、これ1個暗い色買ったんですけど、どうしてもちょっとネズミ色っぽく出るんですよ。なんかファンデーションが思ってたんと違うっていう時あるでしょ。思ってたんと違うな、これちょっと暗いなとか、ちょっとくすんどるなとかいう時にこれぜひ使ってください、下地に。なんかすごいこればっかり推奨するようであれなんですけど、トーンアップする下地と何もつけないのとでちょっと見てみたいと思いますね。今日のこの肌は、これちょっとハイライトとかを入れてますけど、若干落ちてるかな。でもどうやろう、ここにね今エリクシール塗りました。そしてファンデーションつけます、ちょっとだけで。もう一方はベースも何もつけずに、わかります、こっちはお白いミルク、トーンアップする下地、お白いミルクじゃなくてもトーンアップする、例えばこういうね、風味のさっきの下地とか胃肌とか、はい、トーンアップする下地をつけてファンデーションつけたらこんな感じで、ファンデーションだけだとこんな感じ、わかります。そうなんですよ。で例えば夏場こういう保湿タイプの下地を使ってからの崩れにくいリキッドファンデーションとかクッションファンデーションを使ったらこんな感じで綺麗に仕上がると思います。そしてさっきベースだけだったんですけども、ロングラスティングのファンデーションをつけるとわかるかな、こうやってほら弾いてくれるんですね。そうなんですよ、まあ、あの肌の上で皮膚の上で混ぜたと思ってもらったらいいです。そう、こうやって併用すると、相乗効果でめちゃくちゃいい仕上がりになるんです。はい。ちょっとこのエリクシールのところで止まって話がかなり盛り上がりましたけど、お分かりいただけましたでしょうか。はい。で最後ですね。最後はこちらの
ナチュラグラッセメイクアップクリームシャンパンベージュです。これはですね、なんとこの1本で5役してくれるっていう、めんどくさがり屋には最高のベースです。下地、日焼け止め、ファンデーション、保湿美容液、ブルーライトカット、パソコンとかよく触る人とかいいと思います。でこれは2色ありまして、ナチュラルとシャンパンベージュだったかな。で私はこのシャンパンベージュを選びました。これもね、めちゃくちゃ綺麗なツヤが出るんです。ほら綺麗でしょ。これの上にファンデーション塗っても、ね、めちゃくちゃ綺麗に仕上がります。仕込みパールが入ってます。これは SPF44 の PA3 プラスで3080円です。で香りはね、ほんのりラベンダーの香りがします。これは CC クリームっぽい感じでも使えるので、さっきみたいにパウダーをつけてこれ1本で使ってもらっても大丈夫な商品です。おすすめ。これも肌に優しいタイプですね。ナチュラグラッセもしっとりします。お水はね、弾かないんですけども、上に一つセッティングパウダーをこうふわっとかぶせると、ふわっとパウダーかぶせてもね、自然なツヤが出てるので、ナチュラル志向の方にはおすすめ。ほらちょっと弾くのでね、ちょっとだけですけど、カバー力とかそのメイク崩れに特化しているものではないので、崩れるか崩れないかっていうと崩れるかもしれないですけど、お肌にはめちゃくちゃ優しいです。はい、という感じでございました。いかがでしょうか。下地ってすごく大事で、防御するために使う場合と、質感を演出するために使う場合と、色味のコントロールで使う場合とか、いろいろあるんですけど、肌タイプ別とか、その屋外で過ごすのか屋内で過ごすのかによっても使い分けてもらったらいいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は以上になります。今回の動画の内容が少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。今回もありがとうございました。日焼け止め頑張ってね、焼けないように。さよなら。